これは薬を飲むと副作用で手が震えるんですが、そのための薬が出てます。でもこれだけ飲んで彼は結局自殺してしまう。さあ、こういったことで SSRI って本当によく効くのかどうかということは、2010年にアメリカで大々的な治験、検査が行われました。そうしますと、プラセボって偽の薬を投与した群と SSRI 投与群を比べると、うつ病患者において症状が改善したケースにはほとんど違いが見られなかったということです。 SSRI のまとめ、有効性は不明、幸福感が低下します、自殺する可能性があります、犯罪、凶悪犯罪を引き起こす可能性もあります。でパキシルの効能学にはこの赤でこれ書いてあるんですが、どういうことかと言いますと、有効性は確認できなかった、自殺に関するリスクが増加した、ですから慎重に投与する。有効性確認できて自殺に関するリスクが増加したら、本来ならばこんな薬いらんはずですが、慎重に投与してくださいと厚労省がこういうことをやった。さて、セロトニンの仮説ですが、あくまでも仮説であったということで、いやいや、セロトニンだけじゃないかもしれない。もともとセロトニンの低下ということで、こういった、SSRI が出てたんですが、いやいや、違う、間違ってました。ノルアドレナリンも低下してるかもしれない。というのが最近の製薬会社さんの論調でして、そのために SNRI、セロトニンとノルアドレナリンを両方上げるようなものが開発されています。代表的な薬がこれはミルナシプラジル。ご丁寧にお医者さんはこのパキシルとミルナシプラジル両方出しているお医者さんもいます。さて、うつ病の発症にはいろんな仮説があります。今言いましたモノアミン仮説、セロトニン、ノルアドレナリン低下説、でもこれだけじゃなくて、例えば神経損傷仮説、その原因として過剰なストレスなの、あるいは病気になる前の性格で、特に几帳面で勤勉、責任感の強い人、こういった真面目な人がいっぱい仕事を抱え込んで、それがストレスとなって結果的にうつが発生してくる。だからよっぽどまともな仮説だと思いますけど。さて、心療内科での投薬の現状、病状が悪化する、症状が悪化すると、これは薬の副作用と普通は思うんですが、そうじゃなくて増薬します、薬を増やします。で、症状が改善したら薬を減らすか減らしません、ずっと維持します。減薬というのはあんまり考えません。このようにどうも過剰なストレスが本来のうつの原因じゃないと考えられるんですが、要するにこのストレスを何とかしたらいいんじゃないかという発想なんです。自律神経系には交感神経と副交感神経、この2つがありまして、交感神経が覚醒や興奮に関係しています。一方で副交感神経は睡眠、休息に関係しています。ところがストレスを感じますと、この交感神経が特異的に高くなって、副交感神経の働きが弱くなっているということで言われています。そしたら何らかの基準でこの高まった交感神経を抑えて副交感神経を活発にしていったらいいと、でこれが治療に使えるんじゃないかという考え方が出てきます。ここで東洋医学では瞑想、ヨガ、鍼治療、漢方薬などが使われます。統合心身トレーニング、太極拳、気功、マインドフルネス瞑想を融合したIMBT というプログラムがアメリカで開発されて、健常人に5日間毎日20分やってもらいました。そうしますと、注意力の向上と気力の高揚、副腎皮質ホルモンであるコルチソールの分泌が低下して、自律神経系、特に副交感神経が活性化する、先ほど言いました全体上皮質の活性化が見られています。すなわち全体上皮質、前頭葉の機能が高まって自律神経系が円滑に調整する、こういった報告もあります。うつ病に対するヨガ療法、
8週間のヨガ訓練で患者の交感神経系の活動が減少して、ヨガの訓練をすると交感神経と副交感神経のバランスに影響を受け、夜間に副交感神経が優位になります。ヨガの実践は自律神経系に働き、副交感神経を優位に導いてくれるという報告もあります。太極拳気功、これは道教では心の平静さを保つことを教義として強調しています。究極の目標は不良調整や生活の質を向上させるであります。非常に緩慢な身体の動きでありながら、その動きに一瞬たりとも休止や中断がなく、しかもその動きの瞬間瞬間に全神経を集中させるという軽いエクササイズであります。動く瞑想と言われています。この結果、コルチゾールの分泌が低下し、副交感神経が活性化すると言われています。心的外傷ストレス症候群、はい、これは、2010年の東京新聞の記事なんですが、心的外傷後ストレス症候群 PTSD と診断される米兵も2007年以降年間1万人超で推移。アメリカはアフガンとかイラクとかで戦争してますね。で、若い20歳ぐらいの子が向こうに兵隊に行って戦争で怖い経験するわけです。 2,3 年して帰ってくるとこれが鬱になる。これを PTSD って言うんですが、それは毎年1万人増えています。で、問題の深刻化とともに米軍は東洋クライムハリなど西洋薬に代わる代替医療治療に積極的に導入し始めます。その根拠となったのはこの論文です。で、これは我々の、データなんですが、ストレスかけますと CRF というストレスがいっぱい増えるんですが、このネズミに足の三里に針を打ちますと、このストレスホルモンが減って、逆にオキシトシンというストレスに強くなるホルモンが増えるんです。最後に呼吸法の話をします。末梢神経で髄神経で意識的に調節できる神経と不随神経、意識的には調節できない神経、2つあります。随意神経を体制神経と言いますが、例えば動物性の機能で手足を曲げ伸ばしています。これは自分で調節できますよね。一方で自律神経というのは植物性機能で生存のための基本的な内臓機能であります。それには循環、消化、発汗、体温調節、内分泌、生殖、代謝などがあります。例えば我々の脈っていうのは安静時で60ぐらいでしょ。それが走り出すと120とかに自動的に上がりますよ。今から走るから脈拍100にしようと誰も思わないんですよ。勝手にこうやってくれるんです。ところが体の中で唯一随意識的な調節と不随無意識的な調節の両方がなせれる機能があります。それが呼吸なんですね。呼吸を普段我々全然意識しませんけども、深呼吸をしようとしたら深呼吸できるんです。ですから不随意と随意両方の機能が呼吸には備わっています。すなわち呼吸を意識的に整えていけば、心の無意識の部分が整ってきます。特に腹式呼吸というのは肺の下の横隔膜を下に下げることでより大きな空気を吸い込みます。で、腹式呼吸をすると副交感神経が高まることが分かっています。こんな論文があります。健常者を20分の間胸式呼吸から腹式呼吸へと変化させると、前頭前野の活性化、血中のセロトニン濃度の上昇、ネガティブな感情の沈静化、アルファ波、これ脳波なんですが、心が落ち着いている時に現れるアルファ波が増えて、覚醒時に現れるベータが下がっています。腹式呼吸で副交感神経が刺激されると脳は休息の時間と考えます。要するに呼吸によって心の状態が調節できます。一言で言えば、息で心を癒すということが可能となります。座禅はへその下の丹田というツボがあるんですが、これを意識する丹田呼吸と進めます。これは一言で言えば腹式呼吸。
入足短、出直、出足長という言葉がありまして、呼気、息を吐くときには副交感神経が優位になってリラックスします。息を吸うときには交感神経が優位になります。ですから呼気を長くする。吐く息を長くすると、で吸う息を短くする。そうすると副交感神経が興奮してリラックスできます。白隠禅師、これは江戸中期の禅僧、禅の坊さんなんですが、彼はこんなこと言っています。心は心を持って制することはできない。息、呼吸を持って心身を養い。白隠の丹田呼吸法って本も出てます。簡単に言えば、心の問題を頭で解決しようとするな。腹式呼吸で心を鍛えようということです。要するに腹式呼吸、例えば5秒かけて息を吸って、その倍の10秒でゆっくり吐き出す。で最近は iPhone のブレス E プラスっていうのがアプリがありまして、ただのアプリです。これ入れてもらうと、これをスタートします。これは吸う息5秒、吐く息10秒にセットして、これスタートします。そうすると、これ息吸って、でこう吸って、画面見ながら今度息吐いてください。10秒かけてゆっくり吐いて。これでまた吐き終わって、また5秒でぐーっと息吸って、で吐いていく。単に腹式呼吸やってるのね、なかなかいろんな雑念が湧いてきて、なかなか集中できないんですが、これのいいところは、この画面を集中してるから、これが一つのマインドフルネス瞑想なんです。じゃあ私の勧めるうつ病の統合医療的なアプローチは、まずファーストチョイスとして日常生活を改善する。で火を浴びる。火の光を浴びる。セカンドチョイスとして腹式呼吸、瞑想、気功、ヨガなどのトレーニング。そして、の次、サードチョイスとして針とかマッサージとか漢方。できるだけ香水、精神薬は飲まないようにする。離脱をする。ということをお勧めします。先ほど、がんの統合医療のお話をしましたけど、これを私は、うつ病にも応用していると思っています。で、今日は、今から気功、ヨガ、瞑想、リセット、これは自律神経調節、運動、散歩などを経験してもらいます。それにプラス、ご希望の方には、針とカウンセリングもやります。それからヨガの時に、あるいは瞑想の時にクリスタルボールで音に集中してもらいます。それからもう一つ NADA、 これはアメリカで開発された耳の針です。911の同時多発 のテロ事件からアメリカでうつ病になる人がいっぱい増えてました。この人たちを対象にして耳に針を打ちます。こんな感じで、これをしながら瞑想をする、あるいは音楽を、こんな治療法がアメリカでどんどん盛んになってきています。これもお昼から希望者には経験してもらいます。要するにメンタルケアとして、こういった環境因子、それから脳の活動、これらを全部ひっくるめてケアしていく、これが統合医療の考え方。こんなことを一つ一つ今日は経験していただきたいと思います。私の話は以上で終わりまして、今からドレプラさんという、今から喋ってもらいますけれども、大変なうつの経験をされた方がこんなに元気になったという体験談をお願いします。